秋も終盤に差し掛かり、いよいよ野外に置いていた植物をお家の中に避難させる時がやってきました。中がいつも以上に緑で渋滞しています。このタイミングで寝室の模様替えをしてみました。白壁の見える部分が増えた分、部屋の印象がなんだかすっきりして、緑の煩わしさも緩和されたような気がします。配置を変えたら窓側のスペースが広がって、今まで以上に植物をまとめて置けるようになりました。ベッドは壁の横側面につけるという概念がずっとありましたが、今回はそれを取り払い、部屋の真ん中にベッドを配置してみました。私から趣味で始めた観葉植物ですが、今ではすっかり夫の方がハマっております。情報もとても詳しくて、私が師匠として見ているくらいです。そんな夫が最近コレクションでしているのが塊根植物と多肉植物です。この小さな植物に合うおしゃれな鉢探しも楽しみの一つです。最近は日照時間を考慮して専用ライトを取り入れてみました。はい、ということで今回の動画も以上になります。ご視聴ありがとうございました。